当だった。やっぱり電話事件が一番です。あ、電話事件はあれ、まあ僕は行くしかなかったですもんね。大したことないよね。まあ、あれはあれで、まあ当然あの、はい、みんなそうなんですよ。はい、で決めとかにある程度誰か電話してたら向こうがかけてきてもつながらんので、一個しかなかったからね。仲話はできるんですよ。ですよね。うん、そうだ。せーの、本日のよろぴこ。レジェンドリート最高、ブレイボーよろぴこ。超正しいこと言ってたのね。言ったら手は出していけ。もう本当あの階段から引きずり下ろすんじゃけ。あの昔のあの柔道直線のあの自己車いってあった昔。あれ練習するぐらい俺落とすんじゃけ。悪いっすよね。悪い。今やったらもう捕まってる。今やったらもう永久中毒っすよね。いうぐらいすごかった。すごかった。うん。やりますもんね。うん、で寮にいない方が良かったんや、だから俺は。そうですよ ね。おらんかったじゃん。おらんかったよな。ほとんどおらんねんけ。おらんかったね。たまたまおった時そういうのがおるわけ、電話。一生おるのが。なるほど。あれ、川口やったよね。川口。川口やね。川口の大エースですよ、そうは言って、ね。大エースですよね。もう関係ないんやけど、そんな。もう、僕はもう高橋さんもあれおったら、もう疲れるか怖い。ていさんとも要喧嘩するし。そのあたりも聞きたいですよ。試合中にするんですよ。エラーするじゃないですか。はい、喧嘩になるじゃない、はい。怒るわけですよ。ちゃんと投げやって怒るわけ。そしたらペイさんがちゃんと取り合いで喧嘩しだすわけですよ。もうやめてくれっていうぐらい。ほんまに練習中もしとるし。はい、そしたらこういう言い方悪いけど、山本浩二さん、木村さん、何勝負止めるのはあなたでしょう。はい、他に誰が止めるの。確かにですね。まあ、最終的にあの二人だよね、止めたら。そうは言っても。今で覚えてる。三塁側のベンチの前で。つかみ合いするんやけ、なんかで喧嘩しとるんやけ。ペイさんと僕らは止めても反対にね、入っても殴られるだけじゃけ、ね、僕らは入る。やっぱり上の人が入らんや。そうですね。いや、もうあれはひどかったね。毎日喧嘩、一番ひどかったね。喧嘩じゃないんだけど、この人やっぱりすごいな思ったら、あの時ね、小早川がね、ブク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 太ったんですよ、はい、で、あの時盗塁賞でね、コカ・コーラがあってるんですよ、はい、それを飲みよったんですよ。その前に、お前、炭酸飲むな、コーラなんかを、太るけって言うとったら、はい、飲みよったら見つかって、それで殴り回すんじゃんけ。いいじゃない、自分の体なのに、思って。いやいや、太ろうが痩せようが、お前、いいじゃん、うちゃって、僕は心の中で覚えて、はい、最近になってそれを思い出して、はい、待てよ、これはチームでいても、個人事業主やけ、はい、関係ないんじゃないか、高橋さん怒るのおかしいの、思って。で、みんながそれぞれの役割を果たして、初めて、チームとして見たときにチームワークがいいとかいかんか、野球の場合チームワークいらんのですよ。そうですね。個人個人が頑張れば最終的に結果的にようになるわけ、はい、サッカーなんてパスでできる。はい、そうですね。一人でできるわけ。そうですね。だけチームワークが必要なんだけど、はい、例えば私、高橋さんとペイさんが、はい、お前嫌いじゃパスで弱いって言われたら試合ならんわけ、はい、あ、ならないですね。で、野球はないんですよ。あ、そうですね。そう考えたときに高橋さんが怒るのもおかしいですよ。なるほど。そう、確かにそうですね。60だと思うか。違う、理由があるんだって、それ、まだ前もって理由があるんだよ。タケがあの水太りするタイプ、タケ、それで、あいつ、ガブ飲みするやんね、ね、はいはい、あいつ、はい、で、タ、は、ケ、い、俺も練習中、水の飲まんけん、うんうん、飲まないから、お前ちょっとここ練習ちょっと我慢しろってだけ、俺も飲まないから、はいはい、お前ちょっと我慢しろ、うんうん、練習。でバッティング終わって、はいはいはい、俺が守備してる時に飲むんやったら今やろうなと思ってどっか行った瞬間、あ、飲めたよね、あ、こうやん、で俺がブチ切れたんです。で、それがあるわけよ。それが勝手に俺がやったんだけど、俺も飲まないからちょっとお前も我慢しよう、あ、せいやって言ってたわけよ。なるほど。なったわけ、うん、
で軽くちょっとペッとこすったぐらい。いや、あれやっぱりすごかったもんね、あれ飲む量がね、血を差すもんね。すごかったよな。すごかった、すごかった、確かに。愛の無知ってことですね。っていうふうに捉えとけばいいですね。横からピョン投げたら、たぶん普通にそらすもんな。スローインをピョンと、おおって。よくそらしたよね。よう変化させる系。細かい系、やっぱり、会社上は。俺、イップス持ってたから、あった。だから、下から投げたりしたんや。だから、下から投げたら伸びたり、変化するやろな。タイミングずれるしね。やって。で、投げてるイメージが。そのまんま、スッといくわけよ。おおったら、エラー俺やからね。まあ、エラーはええでしょ。まあ、知ったからね。僕はね、ここで今日痛かったのは、もう僕ね、外では結構言うんだけど、高橋さんも素晴らしい選手だけど、やっぱり高橋さんより素晴らしいのはやっぱ山崎ですよ。すごいと思う。同級生ですね。同級生って言うわけじゃないけど、はい、2番で高橋が一番打って、2番山崎。もうこれだけの人が前でちょろちょろするんですよ。はいはいはい、それを2歳まで我慢してですよ。そうですね。で走らん今回結局は言いながら追い込まれて、ヒット打つわけじゃけ。そうですね。3割打っとるわけですよ。いや、本当それすごいと思います。すごい。高橋が、例えば60個盗塁したら、はい、25個アウトやけ。そうですね。まあ、山崎は25個したら23個セーフやけ、うん。そうですね。人間性が出てるよね。性格出てる、もうもろい出てる。これは言うタイプじゃないでしょ。はい、あれが言わんけ、僕は言うんです。あれは言わんけ。いや、僕らもどう頑張ってもあいつはやっぱりすごい選手ですよ。うん、すごいと思います。反対ですよ。反対にそれが身についてるけ、反対にそれがなかったら反対に打たんかもしれない。うん、あ、逆です。なるほど、なるほど。うん。だけ言い方変えれば、高橋よしひこが山崎隆三を育った。ああ。うまいね、わしめ十二個なんだけど。その反対もあるよね。山崎隆三が、高橋よしひこさん。ボールに嫌な顔するけね、あの走って打ってもしたら。大事ですよ。大事ですよね。うん。だけちょっと気の強い。翔太なんかあんまり気にせんでしょ、あれ。翔太はね。打つでしょ、あれ。うん。うん、だけそういうタイプ、はいはい、タイプによってあれだけ違うのかなと思ってね。でもまあ翔太さんも走れよって思ったね。おそらく思ってますよね。言ってました。だからできるだけ早く走ってアウトになってるやんか、これ。アウトなっちゃいけんじゃないですか。アウトなっちゃいけん。通りしてもコーラもらわなきゃいけんから。そうそう。寮の部屋に冷蔵庫の安全牌ってみんな飲んでいったから、ね、何入っとったか。そこまで黙って帰ってないんだもん。飲むのあらって長嶋さんが言われてましてね、うん、長嶋さんが幼いさんとお母さんとって俺部屋に買いかけてなかったもんね、うん、あの時バカげてないかみたいな、うん、誰でも取っていいようなんでしょ、うん、したら帰ったらなくなってんでしょ。全部だ。いや、僕クーラーつけとったよ。ほらほらに知っとるで数知らって帰った、うん、この2つしかない、北極さんと2つしかない部屋。そうっすね、クーラーが。そんな時代やね。で、僕らは部屋があるわけですよ。はいはい。部屋ないけどね。ないよな。だってクーラーが、うん、自分でつけてるわけ。なるほど、うん。あるわけないよ。なんでじゃあ、やっぱり寮から出ていかなかったんですか。いや、すっげえ楽なんよ。要は何かあったらシャットアウトできるやん。うん、ああ、そういうことね。ファンでもそうだし、うん、はいはいはい、なんか外に出ると、昔はさ、はい、ダダ漏れだよな。あ、そうですね。住所も。選手名鑑全部。今、未だに来るんですよ。何が。うちら。家に。まだ変わってないから。焼きカードがあるんですよ、はいはい、うん、それをサイン欲しい言うて、はい、家に来るんですよ。分かってるもんね。その昔のやつで。あ、そのまま。あ、なるほどなるほど。住所家一緒ですもん。あ、そっかそっか。で、要は気持ち悪いがあって大阪から来とるんですよ、うん、で、気持ち悪いがあんたの携帯教えたよ。よし。わしも怖いわやがいって言うたら、ドンドンってなるわけ。あ、もう来とるんですよ。お、すごい。もういいですよ、めちゃくちゃ。だから昔はだってさ、ビタ選手メーカー全部住所と、うん、はいはい、電話番号出てます。子供の全部出てる。車から全部出てる。出てますよね。そう、だからあの子寮にいると、うん、寮に入ってしまえばシャットアウトできて、うん、全然関係ないから、うん、でかかっとるんですよ、うん、あ、今昔は出るな出るなっていうのに出てくったわけだけもう出てって言っても、いや、もう聞こえなんかって言って、だけね、もうほんと小さい子供がそのまま大きなってような感じだけ。あ、分かります。僕面倒見るの大変なんですよ。いや、ほんとね、さすが変わっとる変わっとる、うん、やっぱり門限とかはやっぱお母さんも一緒に。いや、僕はないです。1回しか、一緒に1回だけ。あ、飯食うて、まあでもね、僕お酒も飲めんですよ、はいはい、一生懸命飲んで頭ガンガン割れそうなのに飲んで介護してくれるんですよ、はいはい、あれは嬉しかった。あれが一番良かったね。でもで反対にそうやって顔虫になるといかれんですね。あ、逆にね。逆にですね、うん、もしあれでも、はいはい、うん、よく試合なんか見に来てくれたもん。
うん、チケット取ってあげて、あ一塁側の上な、うん、6人ぐらい来て、そのみんな、でも綺麗だもんね、みんな綺麗で、で、みんな双眼鏡持ってるから、あ、そうか、そうか、高橋さんは1軍じゃけえけど、僕らその頃2軍じゃないですか、なるほど、なるほど、2軍の宿舎に持ったもんね、その人。ということは、2軍に持るんか、思いながら。綺麗なワン、ツーだったんですよ。ワンこっちへ取るんですよ。ツーの方なんですよ。なるほど。すっごい綺麗だったね。綺麗。今では忘れない。六本木、うん。で、それは新宿だったし。東京じゃないですか。覚えてますよ。いや、名前がね。あ、なるほど、なるほど。源氏名がね。綺麗だったね。面白かったね。あれはもう、うん、僕も、あ、これかい。後から分かったんですけど、誰かいのね。名古屋に来て、追いかけてね。こう、試合見に来るやんか。はい、双眼鏡持ってるわけよ。だからショート守ってはぁーって、わって開くわけですよ、ここがウィンクするから、あーって、ここは流しますよ、こっちだけ飛んでるショットだね、あーそうですそっち気になって、そうです、そうです、あ多分ね、タツがね、言う俺が悪口ってなんかガイアスローかなんかの話やろ、長島言うたやつ、うん、あれはね、なんや、あれは、それだったらダイソーゴールドにおばさんが僕に意見言うわけですよ、セカンドランナー、まあ、少々にあれが伏線じゃないと言ってください、今度、あ、わかりました、あれがあったけ、それでも取れたんじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もありがとうございました。それではゲームセット、次回もよろぴこ。